常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様、今日の動画面白かった、興味深かったという方はですね、ぜひ高評価のボタンとね、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね、Thanks ボタンでね、ご支援ください。よろしくお願いします。あと SNS でね、拡散していただける方、大感謝大歓迎でございますので、よろしくお願いします。いや、立憲民主党がね、また戦国時代を迎えつつあるということで、やはりね、この人が出てこないと盛り上がらないですよね。壊し屋こと小沢一郎さんですけど、だいぶお痩せになりましたね、写真がね。うん、なんかね、昨日小沢さんがね、こんなこと言ったというニュースがね、いろいろ出てて、まず読売新聞の記事ね、立憲民主党、泉代表、5年で政権交代、小沢一郎、うちのお偉いさんが珍しい話、バカバカしいと。何なんだこれはということなんですけども、小沢一郎先生がですね、一政会というね、まあ、政策グループの、初会合をですね、国会内で開いたそうです。そこでですね、小沢先生はですね、泉代表が5年で政権交代を考えていると発言したことをめぐって、うちのお偉いさんが次は政権を目指さないと、珍しい話をしたが、みんなは頑張りなさいと、いうふうに言ったそうです。さらにですね、泉氏の発言についてバカバカしい。政権を常に念頭に置いて政治活動するのが民主主義だということでね。まあ、これ、正論ですよね。うん、次の選挙ではね、5年で政権交代考えてるってことは、じゃあ、来年は考えてないんですかと。再来年も考えてないんですかってことなんで、泉くん、それは違うだろうと、いうことで。いや、小沢先生のおっしゃる通りですね。さすがです、小沢先生という感じで。泉くんね、これ、小沢先生の言う通りだから、ね、来年政権交代目指すというね、ことで、頑張ってもらいたいなと。うん、まあ、ね、一言ながら、思いますけどね。まあ、今度ね、OB 会もありますからね、その席で会えたらね、ぜひこの小沢先生のことがね、泉くんに伝えたいなと思うんですけれども、その小沢先生、さらにですね、踏み込んでね、こんなこと、言ってると、いうことで、蓮舫さんがね、はい、蓮舫さんがこうリツイートしてるっていうことをですね、この、新田さんね、サキシルの新田さんが教えてくれました。新田さん、こんなように書いてます。たまたまタイムラインに揃ったものだが、泉おろしの風を公然と吹かせる小沢、鳩山、蓮舫、かっこ、小沢氏の記事ツイートの、元代表3人衆と、老害そのものやなと。今、前から言ってるが、立憲民主党は政権交代云々する前に世代交代しろということで。ええと思ってですね、引用してるツイート見たんですけれども、まず蓮舫さんがですね、立民小沢一郎氏、泉代表は辞めた方がいいというね、この記事をですね、リツイートしてるんですね。で、その次にですね、鳩山由紀夫先生ですね、このように書いてます。岸田首相の支持率低下が止まらない。いくら減税といっても、国民は選挙対策で将来の増税路線を見抜いているのだ。政権交代のチャンス到来なのに、点点点。立憲民主の泉代表が5年で政権交代と述べたことに小沢一郎氏が、小沢一郎議員がバカバカしいと切り捨てた。政権交代の前に代表交代の流れになりそうな雰囲気が出てきた後ですね。もうこの、なんつですか。もう泉おろしどころかね、もう泉やめろみたいなね、まあそういう、まあちょっと記事をですね、まあ書かれているということでですね、まあこれ大変なことになりそうだなと。いうふうに思います。ちなみにですね、2月4日に党大会をなんか開催されるんですね、立憲民主党ね。これ日経新聞出てましたけれども、立憲民主党は7日の常任幹事会で党大会を来年2月4日に東京都内のホテルで開く日程を決めたと。次期衆院選がそれまでになければ選挙に向けた必勝体制を2024年度、活動計画で確認するということで、まあここでですね、実はね、泉くんの任期満了なんですよ。なので、まあ今からね、泉おろしみたいなことが始まるのかもしれませんが、まあでもね、泉くんおろしって誰がやるのかと。いうことでね。まあ、小沢さんの、まあ、手ごまってたらあれですけれども、まあ、そういうのが出てくるのか。ね、鳩山ポッポ大復活なのか、まあ、よくわかんない。まあ、蓮舫さんまたやんのかとかね、まあ、いろいろあるんですけど、みんなね、でも立憲民主党の人ってこうやってさ、執行部を批判するときは強いんだけどさ、執行部の側に回ると弱いですよね。蓮舫さんも防御力は非常に低いですよね。攻撃力は高いですけどね。だから一体誰やるんだみたいなところなんですけど、確かにね、立憲民主党はね、今チャンスといえば、チャンスですよ。鳩山先生がね、もうね、意味軸もおっしゃってる通り、いくら減税といっても国民は選挙対策で将来の増税路線を見抜いていると思う。これまさにおっしゃる通りだと思うんですよね。岸田さんは外交防衛、並びに安全保障ね、外交防衛安全保障同じですけど、ここはすごくいいんですよ。外交安全保障政策はすごく良くて、で、私はこれ褒めてます。是々非々だからね。
安倍外交の延長もいいとこだし、安倍さんができなかったこともやってるし、ここはね、自民党のね、まあ、いわゆる岩盤支持層の人も一定の理解を示してるし、岸田さんすごいねって思ってる人も多いと思うんですよ。ただ問題はね、経済政策がいちいちカチンとくるんですよね。しかもね、やってもやらなくてもどっちでもよかったもので、こう、マイナスの、こう、なんていうの、反応ばっかり引き寄せてると。まあ、今回の増税じゃないや、減税ですね。もうまず増税って言っちゃった。岸田さんとつい減税って言わないで増税って言っちゃうんですけど、今回の減税もね、まさに同じでね。はい。なんか今回まあ、減税決めましたけど、扶養控除とかまあ減額するということで、結局まあ、プラマイゼロにするような動きがまあ、周りから応援団から出ちゃってるわけですよね。だからやっぱ岸田さんとしてはさ、言うんだったら消費税を上げないっていうことをもっとね、前面に出して、そう、怒りを買わないような方向でやるべきだったんじゃないかなと思うんですけれども、まあなんか余計なことをしすぎてですね、まあむしろ反感を買ってるという、このね、感激をついてさ、ね、立憲民主党がね、何か対案を出せればいいんですけど、対案は難しいですよね。対案よりも反対反対って感じでしょう。だって実際にそういうエピソードあったじゃないですか。入管法のさ、改正にあたってさ、自民党がだいぶ譲歩してね。はい、もう立憲民主党の言う通り、もうなんちゃら委員会みたいなの作って、第三者委員会でしたっけ作ってやるのもいいですよってとこまで譲歩したのに、いや、違うとね。党に持ち帰ったらね、こんなもん、廃案ありきだろうみたいなね、強硬論が出て、せっかく自民党がすげえ譲歩してくれたのに、その譲歩案ね、葬り去ってですね、元々の原案通り通っちゃったみたいな、そういうアホなことをやってますよね。だからその、結果よりもさ、なんかその、戦う姿勢重視みたいな、まあそういうのがある限りやっぱり、立憲民主党って変わんないのかなと。ただポイントはですね、結果よりも戦う姿勢重視ってのは誰が求めてるかというと、やっぱそれは立憲民主党のコアな支持者がそれを求めてるわけですよ。で、自民党にもコアな支持者っていると思うんですけど、立憲民主党にもコアな支持者っていうのがいて、で、その人たちはもう結果よりも戦う姿勢重視なんですよ。だからそこの空気をみんなこう読んでさ、ね、で、いわゆるそっち系の、まあ、ご活動系の議員たちが、まあ、前回の入管法の時も大反対して、ね、で、結局、まあ、立憲民主党としてはもう、なんか、ね、せっかく譲歩引き出したのに、もう譲歩の部分も取れず、もうゼロ回答ですよ、自民党的にはね。ね、ゼロ回答でいいんだ、みたいな。じゃあもうこれ通しちゃうよって感じで通ってね。で、うわ、やられたーと、ひどい法律が通ったーとかってやるわけですけど、いや、もうちょっとマシ、ね、君らの基準でいうところの、もうちょっとマシにできたんじゃないのみたいなことがあるんですが、まあ、これができないと。まあ、要はその、是々非々じゃないってところがね、やっぱこの野党立憲民主党の弱さかなと。だから、アンチ自民党がこうガッと増えてね、立憲民主党一時的に支持率上がるんですけど、まあ、そこでまたごたごた起こして、で、なんか対案出せって言うとろくな対案も出ないしね。で、その立憲民主党の中で OK 出る対案って結構ふわふわしたもんなんで、なんだこれみたいな感じで、まあ、叩かれてですね、まあ、やられると。まあ、逆に今ね、維新がね、万博の件でだいぶ足引っ張られてますけれども、万博まで多分ね、やっちゃえばね、盛り上がると思うし、まあ、結構まあ、なんていうんですか、レガシー効果っていう意味で経済効果ありますからね。オリンピックと同じなんで、万博やること自体の経済効果ってあんまないんですよ。もう特に終わって、特に終わってるというか、まあ、これから作るんで、まあ、作った分しかないんですけど、万博やるにあたっていろんなこう、制度を改正したりとか、インフラ作ったりとかするでしょ。で、その、基盤の上ですね、その制度改革とかインフラの上で経済がこう回っていくので、そのレガシー効果の方が実は大きいんですよ。だオリンピックで、まあ、基盤整備した東京と。ね。まあ、昔もそうですよね。オリンピック2回やって。ね、前のオリンピックの時もそうだし、今回のオリンピックもそうだしね。で、今度は万博ね、大阪で、まあ、万博昔やりましたけど、2回目の万博やって、まあ、万博で基盤整備した大阪みたいなね。で、これはだからこの2大都市はですね、この2つのイベントで基盤整備して、レガシー効果で伸びてきたんで、まあ、その辺説明できればですね、まあ、維新もね、今万博でなんかもうギャーギャー金かかるだなんて言われてますけど、まあ、投資とリターンですからみたいな話ね。で、リターンの部分レガシー効果と説明すれば、まあ、わかる人はわかるとは思うんですけど、まあ、そういう意味でですね、まあ、維新はね、その立憲民主党何が違うかというと、大阪で実際に行政の長をやってるわけですよね。で、具体的にその政策やんなきゃいけないし、ね。で、まあ、その、トライアンドエラーみたいなこともそこでやっていかなきゃいかんという点ではですね、その、まあ、立憲民主党とはちょっと違うんですよね。立憲民主党は野党第一党ではあるけれども、その、まあ、地方行政でその与党みたいなものをさ、まあ、ちゃんとやってないんですよね。まあ、だから、維新はそこが強いですよね。大阪でやっぱ知事やったりとかね、まあ、奈良も取ったりとかいろいろしてますけれども、関西でその、まあ、首長やってですね、で、そこでまあ与党ね、議会でも与党を形成してやってるっていう点がですね、まあその、なんていうんですか、立憲民主党とは違う、そのまあ、ある意味の安心感ですよね。これを生んでると。逆に言うと立憲民主党は、そこが無責任だから、だからなんか危ねえなって思われてるのにさ、小沢さんがこういう形でまた引っかき回すとさ、またかと。
またあのなんか先祖返りの内毛場みたいな風に思われるので、まあ一つもプラスにならないんですけど、まあさっき言ったようにですね、戦うのが好きな人ね、戦うのが好きな人がやっぱコアな支持層なわけですよ。戦う姿勢が大事って人たちがやっぱいるので、まあ、こういうのが受けてしまうということなんですよね。まあ立憲民主党のですね、まあ岩盤支持層っていうのは全有権者の1割ぐらいいるんじゃないかなと思われるんですね。自民党はこれ3割ぐらいいるんですよ。で、自民党はこの3割がちょっと離れつつあるんですよね。これなんでかというと、あの例の LGBT ね、あの件がまあだいぶ、ダメージになりました。もうこれ事実ですね。だから、今変な判決出てますけど、運用面でね、まああの判決で、あれですよ、女装して、はい、女ですとか言って、女子トイレとか、公衆浴場入れないですからね、捕まりますからね、絶対やめてくださいね。あれはそういう判決じゃないんですけど、その辺ちゃんと周知するとか、なんか公衆浴場のルールを、例えばもうなんかね、省令でも何でもいいし、もうバーンってやるとかさ、もっとはっきりしたことやらなきゃいけないのに、その、みんなが懸念したことに対してちゃんと答えないから今、ね、自民党、特にそのコアな人から、何やってんだみたいに言われているんですが、まあ片方で、安全保障は頑張ってると。ね。安倍外交をやってると。で、経済はだからアベノミクスやりゃいいの、変なことやるからはね。ね。なんかそれに輪かけて、なんかその、プラスにもマイナスにもならないんですよ。毒にも薬にもなんない政策をやって、評判だけは悪くなってるみたいな感じで、岸はちょっとまあそこはね、ダメだなと思ってるんですけど、まあこんな状況ですよ。ね。なので、立憲民主党はここほんとつけるんですけど、ね。その3割もちょっと離れつつあるって感じなんですけど、立憲民主党のそのコアな人たちはですね、そう、戦う姿勢に共鳴するのはいいんですけど、こいつらがこう押せば押すほどですね、立憲民主党から一般の人がこう離れていくということなんですよね。で、それを象徴するのが、立憲共産党というね、問題ですよね。まあ、小沢さんなんかはだから、その政権取るための数合わせで、共産党も巻き込んでね、野党共闘でやればいいんだと。まあ、これ選挙理論的にはそうなんですよ。野党が一丸となるとですね、自民党ちょっと勝てないっていうのは確かにあるんですけど、まあ、ただ、基本政策で一致しないね、野党が集まって、ね、野合してもですね、結局ほら、ね、細川連立政権とか、ね、その後の民主党政権とかみたいに、もうなんかもう途中で空中分解しちゃうじゃん。で、それでその悪夢の3年半を我々日本人は経験したわけでさ、ね、あんな嫌だって思ってるわけですよ。だからその基本政策の部分ね、まあ、特に憲法ですよね。憲法の部分で、まあ、憲法とか自衛隊安全保障について一致できない人たちをですね、まあ、無理やり集めてね、一個の箱入れて、看板だけ同じのやったところでさ、これうまくいかないって思う。逆にそれも国民が見抜いてるわけですよ。このね、鳩山由紀夫先生のお言葉をね、借りるんであれば、いくらね、一つの党だと言っても、国民はね、選挙対策でね、野合してるってことを見抜いていると。だからダメなんですよ、鳩山さんね、お言葉返すようですけど。だからこういうのもね、だからまた小沢さんは多分それワンパターンで仕掛けようとしてて、ね。で、泉くんは独自色を出そうとしてるのかどうかよくわかんないですけど、まあ、なんかやってると。で、まあ今立憲民主党はもう立憲共産党の方向にガンガン引っ張られているので、まあそういう意味では維新はチャンスなんですけど、今ちょっと万博の件でね、いろいろ誤解されてるので、もうちょっとうまく説明しないと。維新もダメだしね。自民党は自民党でですね、岩盤支持層離れを招いて、なんてことがあって、世論調査なんか見ると今無党派の人増えちゃってますよね。まあこれはだからそのそれぞれの党が、それぞれのですね、まあ問題を抱えてですね、まあそのコアな支持層ね、コアな支持層から、ちょっとそっぽを向かれて、まあちょっとこう世論調査のね、結果もこう、そういうふうに、ふにゃーっとこう、なってきてるということです。まあいずれにしてもですね、立憲民主党は、まあここでですね、一気に先祖返り。まあこのまま共産党と共闘するということになると、また立憲共産党ということで、まあ一部その効果が、出るとかあるかもしれない。勝てるとかあるかもしれないですけど、失うものもすごく大きいので、この辺よく考えた方がいいと思うんですよね。まあ共産党はね、未だにまあ日本政府、並びにね、公安機関から、敵の出方理論によって暴力革命を諦めていない団体ということで、監視されている、そういうまあ団体ですから、それと共闘するってことの意味をね、もう少しよく考えてもらった方がいいと思うんですよね。例えばその自民党がね、ナチスみたいな極右政党と連立組むって言ったら、ええー、ってなるじゃないですか。それと同じですよ。ね。それを左側にこう、ね、戦対象にこう転写したのが、まさにこの立憲共産党という動きなんで、まあ立憲民主党の中にもね、良識ある方たくさんいらっしゃいますし、まあそういう方、松原仁さんみたいに辞めちゃったりもしてるんですけど、まあこのね、立憲共産党の動き、まあ小沢さんはまさにこれやりたいんですよ。共産党にね、もう俺が話つけてきてやるみたいにやりたいんですけど、果たしてこれ立憲民主党にとっていいことなのかどうか、私は悪いことだと思いますね。うん、ますますそのカルト路線、まあその純化路線ね、行って、まあ最終的には社民党みたいに滅びてしまう可能性もあるなと、いうふうに思っております。はい、ということで、まあこの感激を縫ってですね、漁夫の利を得るのは誰かと、自民党が立て直すのか、それとも維新がね、万博の件跳ね返すのか、それとも立憲民主党の内毛場がいい形で終わるのか、よく、
悪い形で終わりそうなんですけどね。小沢さん出てきたんで、まあどうなるかというところですね。引き続きウォッチしていきたいと思います。ということで、今日の内容面白い、興味深いと思った方は、ぜひ、高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。今日の動画拡散していただける方、どんどん拡散してください。よろしくお願いします。特に気に入ったという方はね、ぜひ、Thanks ボタンでご支援いただきまして、私がやってるオンラインサロン、八重洲イブニングラボに入っていただけると本当に嬉しいです。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー！